ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月3日安倍総理による内閣改造が行われ、拉致問題担当大臣に山谷恵里子参議院議員が就任しました。それでは、同日に行われた山谷新大臣の記者会見における発言をダイジェストでお聞きください。この度、国家公安委員会委員長、拉致問題担当大臣、海洋政策領土問題担当大臣、国土強靭化担当大臣及び内閣府特命担当大臣防災を拝命いたしました山谷恵里子でございます。総理からは、それぞれの担当分野について発展のご指示がございました。拉致問題についてでありますが、北朝鮮による拉致は深刻な人権侵害であるとともに、国家主権に対する重大な侵害であります。圧力に重点を置いた対話と圧力の姿勢を貫き、拉致問題の完全解決に向けて、外務大臣と緊密に連携しつつ、政府一体となって総合的に取り組んでまいります。また、帰国された拉致被害者の方々が日本で安心して生活できる環境を柔軟かつきめ細かく整備するため、必要な措置を着実に進めてまいります。安倍内閣の一員として精一杯務めさせていただく所存でございますので、何卒よろしくお願いいたします。山谷拉致問題担当大臣の記者会見における挨拶をお聞きいただきました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月12日アメリカの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。9月7日からアメリカのワシントンに来ておりまして、アメリカの専門家、政府関係者といろいろと意見交換を進めております。今の時期というのは、ちょうどオバマ政権の北朝鮮政策を担当する新しいチームといいますか、新しい人たちがちょうど決まって動き始めるという時期なので、まあ、大変議論も活発に行うことができているというかと思いますが、まあ、まずはこれまで国家安全保障会議で韓国担当、朝鮮担当のアジア部長を務めておりましたシドニー・サイラーという人が国務省に移りまして、
読者会合担当の特使に就任をいたしました。まあ、そしてそのシドニー・サイラーさんの、まあ、後任として、これはそれまで国務省におりましたアリソン・フッカーという女性ですが、まあ、彼女が NSC 国家安全保障会議に、移ってですね、朝鮮担当のアジア部長に就任をすることになりました。そしていずれ、まあ、それほど遠くない時期にと政権の方は考えているようでありますが、ソン・キム駐韓米大使でありますが、今韓国にいるソン・キム大使が帰国をしてですね、まあ、アジア太平洋担当の首席国務次官補代理に、まあ、就任すると、まあ、そしてその後に、現在のグリーン・デイビス北朝鮮政策担当特別代表に代わってですね、デイビス大使の後任にやはりソン・キムが就任するということになれば、まあ、これで新しいチーム、対北朝鮮政策の新しいチームが、まあ、そこで完成をするということになるかと思います。ソン・キム大使、そして、シドニー・サイラーかという、まあ、3名、いずれも、が非常に豊富であると。その交渉にも、まあ、通じている、まあ、いろいろ参加を今までしてきた、進めてきた経験を持っている人たちであります。したがってこういう3人が新たな対北朝鮮政策チームを構成するということになりますので、まあ、そうであるならばオバマ政権は北朝鮮との積極的な交渉を行うことになるんじゃないかという見方が一部に出てきております。確かにそういう印象を持つことになるかと思いますが、まあ、今回私はいろいろとアメリカ側と健康感をしながら感じたことはですね、新しいチームが成立しても、オバマ政権の政策姿勢は基本的には変わらないという、まあそういう印象を強く持ちました。まあすなわち、北朝鮮が変化するまでアメリカは待つという姿勢であります。まあ、特に北朝鮮が非核化に向けて再び努力を始める。核兵器の放棄というものを約束してそこに向けて動き出すという、まあ、そういうその態度の変化があるまでは、まあ、アメリカの方は待つということになるのではないかと思います。まあ、なぜそういうことが言えるかという理由でありますが、まず第一に現在のオバマ政権の外交というものを考えてみますと、まあ、おそらく 80% 以上が中東に集中しているということがありますので、まあ、そうなりますと外交の観点からしても北朝鮮と交渉をする、交渉を進めていくような、まあ、そういう外交的な余裕がないということがまず言えるであろうかと思います。6者会合の再開というものについても、まあ、アメリカが積極的にそちらの方向に動くという可能性は現時点では特に認められません。将来まあ、あるとすれば2つ可能性があるだろうということがよく指摘されます。まず第一の可能性というのは、北朝鮮がきちっと非核化を約束してですね、まあ、その約束をなおかつ守るという担保を国際社会に与えると、まあ、北朝鮮は今まで約束をしてそれを守らなかったことが非常に多かったわけですから、まあ、まずは非核化を約束してその約束を守るという担保を北朝鮮が出すということがとても重要で、まあ、そうであるならば6者会合も再開できるんではないかということがありますし、もう一つの可能性は、北朝鮮がまた突然脅威を増大させる、まあ、すなわち核実験を行うとか、あるいは長距離弾道ミサイルを発射するというようなことがあればですね、やはり6者会合の要請というものがそこで浮上してくることは当然考えられると思いますが、まあ、しかし現時点で見ますと、その2つの可能性ともにほとんどないと言っていいのではないかと思います。そうしますと、やはり今のオバマ政権が積極的に北朝鮮との間で交渉を進めようというふうに動き出す可能性というのはやはりとても小さいということになりますし、まあそのように見てきますと、やはり北朝鮮問題の核心というのは北朝鮮の態度変化、態度変更にかかっているということが言えるんであろうと思います。
まあ、特に非核化に向けて北朝鮮がきちっと行動を取るようになるということが何にも増して重要であると言っていいかと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・ゴアンスらによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・ゴアンスは、原さんに成り代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし北朝鮮側は、この確認書は当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・グアンスと、共犯者のキム・キルークの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は、原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2014年2月1日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは
拉致されました。それでは本間勝さんのメッセージをお聞きください。八重子、今どこにいますか？体の具合はどうですか？昨年2013年の9月8日の日曜日に腹膜炎で61歳で八重子の姉千恵子が亡くなりました。千恵子は八重子とは年齢が近いせいかよく兄弟喧嘩をしていたのが思い出されます。しかし八重子がいなくなって寂しい思いをしていました。本当に残念です。残念でありません。八重子も北朝鮮へ連れて行かれてから37年も長い年月が経ってしまい、いまだに帰国できず不運な生活を強いられていることに私たち兄弟姉妹は悔しくてなりません。早く救出するまでみんなは日本国政府に、また日本の国民に、拉致被害者全員を北朝鮮から救出せよと訴え続けています。八重子が育った川口市では救出運動に尽力された岡村市長さんが旧跡されました。昨年末のことです。早くふるさと川口に八重子が戻ってくることを願っていました。つい先日の1月26日に川口市民の拉致問題の集いが開かれ、多くの人が参加されました。家族の訴えを聞いてくれましたよ。光一郎も茂雄あんちゃんも八重子の救出を訴えています。北朝鮮は金正恩の新体制が未だに不安定で、日朝交渉の先行き不透明だから、体調だけは気をつけて帰国してみんなで会えるまで頑張ろうね。八重子、私たちは兄弟みんな、その連れ合いの嫁さんたちも力を合わせて救出するまで救出運動に頑張っているよ。十条の兄勝より。田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は日本の唱歌ふるさとをお聴きください。Thank you.
ふるさとをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。